戻ってきた将軍たちは、ロバート・ラ・ドラムによって1984年に発表された小説である。1984年のニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリスト第1位を獲得した国際弁護士であるジョエル・コンバースは、ベトナム戦争で戦闘機のパイロットとして空を飛び、また撃墜された後には収監された北ベトナム軍の捕虜収容所から脱走した過去を持つ。 彼は、スイスとアメリカの2企業間合併に関する案件を解決するべく担当弁護士として、ジュネーブを訪れる。ところが、相手側の担当弁護士、プレストン・ハリディが打ち合わせの電話の中で、ジョイルの旧友を名乗ったのである。ジョイルにとってはほとんど聞き覚えのない名前であったが、実際に出会ってみればその正体は確かに、学生時代の友人エイブリー・ファウラーであった。 ファウラーはなぜ偽名を名乗っているのかは明かさなかったが、コンバースは久しぶりの再会を喜び思い出話に花を咲かせた。だが、ファウラーは唐突にある秘密結社の解体をコンバースに依頼する。ファウラーはその秘密結社を流浪の政府と表現し、その指導者としてマーカス・デラベン将軍の名を挙げたのである。狂犬を振るい、被害を顧みずに、 訓練や装備が不十分な部隊をジャングルに送り込んでいたことから狂人マーカスと呼ばれていたデラベン将軍はベトナム戦争時にサイゴン司令部の司令官だった軍人でありコンバースが撃墜されることになる当警告への出撃を命じた長本人であったさらにファウラーはこの再会が決して偶然ではないことそして自分がかつてデラベン将軍の弁護士を務めていてその折に 彼らの世界的陰謀に気づいたことをコンバースに伝える。ファウラーは将軍たちだ。彼らが戻ってくると小声で語る。ファウラーが言うには世界各国の老軍人たちが密かに結託し世界征服を目論んでいるというのである。すでに多くの支持者を得ている将軍たちの手先は、例えばアメリカでは国務省やペンタゴンにも入り込んでいるという。 ファウラーはこの陰謀を阻止したいという依頼が、匿名を希望するある巧妙な人物によってなされたものだということを明かすが、コンバースは依頼方法があまりに疑わしく、また、ファウラーやその依頼人がコンバースの周辺の人間にまで密かに根回ししていたことを明かされ、手ごま扱いに激怒して依頼を断ってしまう。ファウラーは一つの封筒をコンバースの元に残し、 普段の合併に関する会議の後にもう一度話し合おうと言って立ち去る。だが会議室にファウラーは現れずそのまま会議が始まってしまった。そして会議が今まさに終わろうという時会議室の外から悲鳴が響き渡った。コンバースらが扉を開けると血まみれになったファウラーが倒れていたのである。慌てて抱き起こしたコンバースが何があったんだと尋ねるとファウラーは 将軍たちの組織アキテーヌの資格による待ち伏せを受けたことを話して生きえてしまう。コンバースはファウラーが封筒の中に残した手がかりをもとにアキテーヌを追うが陰謀に気づき彼に協力しようとした者は次々と暗殺されてゆく。さらにコンバースはその殺人犯に仕立て上げられインターポールによって国際指名手配を受けてしまう。信頼しうる上司や 元妻までもが彼をバカバカしい陰謀論に侵された狂人として扱い、自主を進めながら彼を追いインターポールに協力する。それでも彼はデラベン将軍たちアキテーヌに立ち向かうべくヨーロッパ中を駆け回る。パブリッシングトップセラーズアマングブックスオブ1984ありがとうございます。